ご視聴ありがとうございます。今回は、コナミの MSX、最後のシューティングゲームであり、最高の完成度を誇った、スペースマンボウの世界をご紹介させていただきます。スペースマンボウ？そう、この作品は、1989年に、MSX のオリジナルシューティングゲームとして、コナミから発売された作品なんだ。コナミの MSX のシューティングゲームといえば、グラディウスシリーズのイメージがありますけれど。そうだね、このメーカーの MSX の、代表的なシューティングゲームを、少しご紹介させていただくと。86年に、アーケードゲームの大ヒット作である、グラディウスが発売され、翌年の、87年には、続編の、グラディウス2と、サラマンダーが登場し、さらに、翌年の89年に、グラディウスサーガの、最終作となる、ゴーファーの野望エピソード2が、リリースされ、そして、この年の12月に、発売されたのが、このスペースマンボウなんだ。これまで、MSX でコナミのシューティングといえば、グラディウスシリーズだった時代に、突如として現れたのが、この作品なんですね。最初に、このタイトルを見た時には、バノディウスの、続編かと思いましたけどね。そう、一見してふざけたタイトルに、見えるこの作品は、実は、MSX2 としては、これまでにない、技術や、アイデアが積み込まれた、今もなお、世界中にファンを持つ、名作ゲームなんだ。この作品は、当初、88年にアーケードで、リリースされた、サンダークロスの移植を目的に、プロジェクトがスタートしたタイトルなんだ。ほう。しかし、MSX のハードウェアの、限界から、作品の一部を取り込みながら、MSX の、オリジナルゲームとして、開発が進められることになった作品なんだ。そして、なんといっても、この作品の特徴といえば、このメーカー独自の、SCC サウンドも、魅力の一つではあるんだけれど、なんといっても、さすがは、コナミと言いたくなるような、MSX 最高の、グラフィック描写に成功したことなんだ。特に、スムーズな、横スクロールの描写が、素晴らしいですよね。それに、この作品登場以前の、コナミシューティングゲームの、多くは、MSX1 のみで発売されていて、2では、開発されていなかったんだ。それは、どうして？それは、このハードでは、スムーズなスクロール描写に、制限があったからなんだ。この MSX2 のハードは、縦スクロールの描写には、対応できていたんだけれど、横スクロールについては、スムーズな描写が、実現できなかったんだ。それに、このハードのグラフィック表示では、初代の、グラフィックモードに比べて、描写表現が遅いことも、大きな障壁になっていたんだ。確かに、このメーカーの、MSX2 に対応した、シューティングゲームといえば、縦スクロールのみの作品である、火の鳥鳳凰編だけでしたからね。2は、横のスクロール描写が、苦手だったんですね。そうなんだ。そこで、コナミの開発スタッフは、グラフィックチップの、画面表示位置を、補正する機能を利用して、従来の、横スクロールシューティングで、採用されていた、8ドットスクロールを併用することで、スムーズな横スクロールの表現に、成功したんだ。おお、さすが、コナミですね。さらに、その時に採用された、画面モードは、ビットマップグラフィックモードではなく、横ライン単位の、利用が可能な、グラフィックモードを使うことで、ビデオメモリーの消費を抑えながら、高速なスクロールが、実現できるように工夫されています。そう、その結果、このスペースマンボウは、演出や、ゲームバランスなどもさることながら、グラフィックの面でも非常に、優れた作品に仕上げられた。現在にも至る、横スクロールシューティングゲームの、代表作と言えるゲームタイトルなんだ。ここで、スペースマンボウの世界を知っていただくために、この作品のストーリーを、少しご紹介させていただきます。人類が、その活動領域を、宇宙へ広げるようになる、遠い未来のこと。この時代、地球人は、太陽系を超え、新たな新天地を求め、直径、約10万光年にも及ぶ、銀河系全域まで、その開拓先を広げていた。そこでは、各星々の代表者が集まり、星間連合という、統治機構が設立され、銀河系の平和を維持していたのである。そんな、西暦189年、繁栄を続ける人類に、突然、危機が迫っていたのである。それは、強力な破壊兵器を、搭載した、謎の巨大宇宙船が、人類を絶滅させようと、太陽系へ、向かいつつあったのだ。その事件の発端は、数ヶ月前に起こった、ある、惑星の調査から始まる。銀河系の辺境に位置する惑星、アルファード4で、惑星戦闘を追う、大規模な古代文明の遺跡が発見されたのだ。この巨大遺跡のニュースは、直ちに、銀河系の統治機構である、星間連合に報告され。そこで、政府は、大規模な、遺跡調査団を派遣することを、決定したのである。そして、数ヶ月の調査の結果、人類は、それが地球の文明を、はるかに超える、異界化惑星であることを、突き止めたのである。この調査結果に驚いた、連合は、さらなる、遺跡の徹底調査を指示したのである。まさか、この決断が、その後、
人類存続の危機に遭遇することになるとは、誰が予見したであろう。この政府の指示により、調査の手は、さらに、惑星の地下深くまで、進められようとしていたのである。だが、その時、惑星全土に設置されていた、兵器遺跡群が、一斉に動き始めたのだ。数万年の時を経て、滅びたと思われていた、古代文明が、実はまだ、機能していたのである。そう、この機械惑星を守る、防衛システムが動き始めたのである。そして、このシステムは、調査団に対し、こう宣言したのだ。侵入者よ、我々は、今、我が文明を、汚す者たちを感知した。私は、この惑星に、侵入していた者たちを、我が文明を脅かす敵とみなし、すべてを破壊するようにプログラムされている。そして、二度とこの地に、踏み入れぬことができぬよう、その文明を、すべて消滅させるであろう。そう、この古代文明の、防衛システムは、人類が派遣した調査団を、敵とみなし、その侵入者の文明もろとも、根絶することを、宣言したのである。そして、この兵器は、調査団の故郷である、太陽系へ、最終兵器を向かわせたのだ。そう、それが突如、太陽系に向かいつつある、あの巨大宇宙船なのだ。この突然の、巨大兵器の出現に、星間連合は、急遽、防衛部隊を派遣し、応戦することになるのだが。しかし、最新兵器である、レーザー光線をもってしても、この巨大船に、傷一つつけることができないのである。そう、この兵器は、表面を、超高密度物質である、ニュートロニウムで覆われ、さらに、半径100キロにも及ぶ、バリアーを、張り巡らせていたのである。そのため、連合軍の兵器では、全く、対抗できなかったのだ。そして、その巨大なノズルから発射される、反量子エネルギーは、星間連合の艦隊は愚か、恒星まで、完全に破壊し尽くしてしまうのである。多くの艦隊を失いながら、連合軍は、その恐るべき破壊力を持つ、この異星人の兵器を、その独特の形態と、太陽も恐れぬ、破壊力から、サンフィッシュ。そう、マンボウというようになるのである。そんな時、この太陽系の危機を、なんとか救おうと考えていた、人物が、連合本部にいたのだ。それが、異星考古学者であり、元連合軍の、エースパイロットでもある、クリーバー、ニューである。このままでは、太陽系が、マンボウによって滅びてしまう。との思いから、彼は、遺跡調査団が持ち帰った、あの古代遺跡の、古文書を解読し、その、分析の結果、人類を救うための、解決方法を、見出したのである。それは、太陽系を、あの破壊兵器から守るためには、巨大宇宙船に侵入し、内部から破壊するしかない。しかし、あの船には、強力なバリアが張り巡らされ、侵入どころか、近づくことさえできない状態にある。だが、あの遺跡の、古文書によると、機械遺跡の地下深くにあるという、ワープゲートを利用すれば、あの兵器へ、ワープアウトできるとの、記録が記されている。ということは、あの惑星の、ワープ装置までたどり着くことができれば、あのマンボウの内部に侵入し、破壊することができるかもしれない。そう、彼は、あの巨大兵器に、対抗することができる、唯一の道は、あの惑星の遺跡の地下深くにあるという、ワープゲートを利用し、マンボウのバリア内へ侵入、そして、内部から破壊するという、結論に達したのである。そして、クリーバーニューは、元エースパイロットとして、自ら、その任務に当たることを決意し、そして、彼は、あの古代遺跡から発掘された、超文明の産物であり、小柄ながら、マンボウと同等の力を持つという、マンボウジュニアに乗り込み、古代遺跡である、アルファード4の、地下深くにあるという、ワープゲートに向け、発進したのだ。果たして、巨大宇宙船、マンボウも、太陽系破壊を、食い止めることができるのであろうか。そして、ここから、スペースマンボウのプレイが始まるんだ。この作品は、かつて、人類の文明を遥かに超えた、古代文明に、足を踏み入れた人類が、その遺跡の、防衛システムを目覚めさせてしまい、そして、人類を絶滅させようとする、巨大宇宙船、マンボウを破壊し、太陽系を守ろうとする物語なんですね。そうだね、それに、ゲーム内容も、初心者でも遊びやすい、ゲームバランスに調整されながらも、やり込みがいのある作品に、仕上げられているんだ。このバランス調整は、MSX 版、サラマンダーの反省から、少し難易度が抑えられた、ゴーファーの野望エピソード2を、継承していて。さらに、前作での、パワーアップ要素の複雑さも、原点回帰ということで、シンプルな設計に戻されているんだ。それに、MSX2 の限界を、超えた、数々の表現や、アイデアなど、グラディウスシリーズとは、大きく方向性の異なる演出が、詰め込まれているんだ。そのため、遊びやすいに難易度に、うまく調整されながら、計算された、仕掛けの数々を、純粋に楽しむことができる、名作ゲームに仕上がっているんだ。でも、この作品の発売された、翌年の90年に、コナミから、MSX のゲーム開発を、
中止することが発表されたんだ。あなぁ。そう、コナミが、このプラットフォームで築き上げた、シューティングの歴史は、このスペースマンボウで一つの、到達点に達し、そして、終焉を迎えることになるんだ。この作品は、コナミも、MSX タイトルの、集大成とも言える、作品なんですね。この技術をもって、グラディウスの、新作が出ていたら、あるいは、マンボウの続編が出ていたらと、惜しまれますよね。そうだね、実は当時、コナミでは、この作品の続編が開発されていたんだ。おお。その時も、開発スタッフからは、コナミらしさが、という言葉が、何度も発言されるなど、議論が重ねられていたんだ。でも、このメーカーの、MSX からの撤退により、結局、完成まで至ることができず、幻の作品になってしまったんだ。残念ですね。このスペースマンボウは、遊びやすく、コナミの、MSX タイトルの、集大成とも言える作品ですので、ぜひ、プレイしてみてはいかがでしょう。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。